70年代から80年代にかけて、妖艶な美しさで、世の男たちのハートを虜にした、美人女優の山口いづみさん。最近あまりお見かけしていません。気になったので調べてみることに。山口いづみさん。本名、小坂いづみさん。1954年生まれの、現在66歳。出身は東京都渋谷区。学歴は東京女学館高校中退。女優になろうと思ったきっかけは、小さい頃、ある時代劇ドラマの影響で、着物姿のお姫様に憧れて、浴衣姿で外で遊ぶほどだったのを、小学生の頃、母親が見かねて、児童劇団小鹿に入れてくれたことが、きっかけなんだそうです。ドラマ、人間の条件で初出演したものの、いつも夜中に撮影から帰ってくるのを母親が心配して辞めさせられたのですが、諦めきれずに中学の時、少女雑誌のモデルの募集に申し込んだら雑誌に掲載されてしまい、学校にバレてしまって親子で呼び出され退学だとまで言われたにもかかわらず、またぞろ人のつてを頼って内緒で仕事を再開したのですが、こともあろうに高校時代、1972年ドラマ「族多くの女たち」でお姫様役をもらって本格的に芸能界デビューが決まります。ですが、都内でも随一のお嬢様校で、校則もバチバチに厳しかったため、泣く泣く東京女学館高校を中退。女優になる夢を叶えることを決断。当時は、やはりまだ演技も下手で、そのドラマでは最終的に、声は声優によるアフレコにされ、大きなショックを受けたといいます。ちょうど、その頃、歌手をやってみないか?ということになったのだとか。しかし、1972年といえば、朝岡めぐみさん、森まさこさん、アグネス・チャンさんや郷ひろみさんなど、アイドル歌手が続々とデビューした年で、そんな中、山口いづみさんは、17歳で、緑の季節で歌手デビューします。その後、4枚のシングルをリリースしたのですが、パッとせず、女優業に専念することになった矢先、舞い込んだ仕事が、石立哲夫さん主演の伝説のドラマ、雑居時代だったのです。役どころは、栗山家の5人姉妹の四女の冬子。女子大生で愛称は風子でしたね。しかも、その主題歌の、そよ風のようにも歌っています。残念なことに、当時この歌は、リリースされなかったそうです。ですが、このドラマで人気に火がつき、花かぶら大江戸捜査網、水戸黄門遠山の金さんなどで、山口さんの和装の似合う美貌と妖艶さで、世の男性ファンのハートを、またしても、虜にしたのです。そんな山口さんが22歳の頃、里見浩太郎さん主演の、時代劇ドラマ、大江戸捜査網が、最初の時代劇となったのですが、隠密同心の伊佐利病根の役は、立ち回りが多かったので、運動音痴だった山口さんは、その特訓だけで、まともに歩けないくらい、疲労困憊だったのだとか。しかし、無我夢中で取り組んだ結果、どこのキャスティングリストにも、立ち回りができる女優のベスト3の常連として名前が載るようになったそうです。お姫様役でも、じゃじゃ馬姫とか、男勝りな役が多かったのもうなずけますね。その後も伝説の時代劇ドラマに、立て続けに主要キャストで出演。国民的時代劇ドラマ「水戸黄門」で、助さんの妻の篠役もそうでしたね。そして歌手や女優としてだけでなく、あの映画「エマニュエル夫人」の主演のシルビア・クリステルさんの吹き替えをされていますが、面白いのはベッドシーンでした。あの時の声はどうしたのかというと、あの時になると、セリフの代わりに BGM が流れたそうです。それでも日曜洋画劇場では、歴代2位の視聴率だったといいます。
70年代は時代劇に限らず、ドラマに引っ張りだこだった山口泉さんですが、80年代に入ると次第に、カサスや土曜ワイド劇場などの2時間ドラマにシフトしていきます。あれだけ人気があったにもかかわらず、何があったのでしょうか。その理由とは、結婚でした。1982年に結婚をされているのですが、その気になるお相手はというと、証券会社勤務の一般の男性と言われ、間もなく2人の息子さんに恵まれたことで、その後はほぼ休業されていたのです。ドラマがたびたび再放送されていたので、そんな風には感じなかっただけなんですね。15年もの月日を経て、一人の女性としても熟成された彼女。2000年から本格的に女優活動を再開。それだけではなく、驚くべき知らせが届いています。なんと国際的に認められる歌手となっていた。というではありませんか。どういうことかというと、山口泉さん、若い頃からフレンチポップスに憧れていて、あることがきっかけで趣味として海外の好きな歌を現地の言葉で歌い始めたのだそうですが、なぜ国際的な評価を得ることになったのでしょうか。たまたまクロアチアに向かう友人に現地で買ってきてもらったCD の中の一曲に心惹かれたのだそうです。その曲とは、クロアチアの国民的歌手のメリ・ゼティニッチが歌う、セトリ・スタジューナ。現地の言葉で歌いたかったのですが、日本在住のクロアチア人は極めて少なく、なんとかクロアチア大使館の方に訳してもらって、歌詞にカタカナを振ってもらい、歌ったのだそうです。それをライブで見たクロアチア大使が感動して、本国に山口さんのことを伝えたら、国営放送にまで取り上げられて、そのライブ映像が YouTube にアップされるや、再生回数が一気に2万件に跳ね上がって、2011年、同国最大の音楽フェスに招待され、クロアチアで一番有名な日本人歌手として、メディアで紹介されるなど、とんでもない歓迎ぶりだったとか、これからも続けてほしいですね。そういえば息子さんお二人は、何をされているのでしょうか。長男は俳優としても活躍している、山口賢人さん。ドラマや映画に出演していて、舞台が活動の中心でしたが、現在は演劇、俳優で共演した、俳優の塩田康平さんと、マックスというバンドを結成し、音楽活動をしていらっしゃるようです。次男はミュートと呼ばれ、ギタリストとして活動中のようです。山口泉さん、数々の作品の中でも、冬子こと風子で出ていた雑居時代は、とても印象に残っているのだとか、今でもその頃のファンが多いそうです。こんな面白い話があって、朝の現場の楽屋での支度時間に、いつも母親が持たせてくれたおにぎりを、いつしか他の姉妹役の女優さんも、一緒にこたつで食べるようになって、ある時、山口さんの母親に、みんながお礼の手紙を書こうとなって、書いたこともあったそうです。しかし人気女優さんばかりで、忙しいはずなのに、なんで、朝からそんなことができるのか、不思議だとは思いましたが、実はそんな余裕があるのは理由があって、朝、なかなか来ない人がいたからだそうです。その人とは、そうです、石立哲夫さん。女優陣は全く、とか言いながら、酔っ払って遅刻してくる彼を、何度も待っていたんだとか、しかし、それでもまだ、楽屋のこたつで寝直すほどだった。石立さんのことを山口さんは今でも、てっちゃんと呼ぶくらいですから、懐かしい思い出になっているのでしょうね。山口泉さん、長い間、現場を離れていたとは思えない美貌は、今でも素晴らしいですね。これからの多方面でのご活躍、
陰ながら応援しています。